でもきちんと半分にしなかったら喧嘩になっちゃうじゃないか。そうですよ、5個のダリマの実を3人で分けるのなら中の実の数まで数えるべきなのです。先生、ここの計算ってこれで合ってますか？パナシャ君の方は私に任せてください。見せてくれるかな、パナシャ君？うん、アリーゼ先生、よろしくお願いします。明日の書き取り試験の問題作ってみたんですけど、どうでしょうか？試験の問題作りって結構大変なんですね。試験を受ける立場の時は考えてみたこともなかったですけど、問題作りとか採点とか大変なのは先生も同じだったんですね。それよくわかります。マルルーが掛け算を暗唱できるようになった時は本当嬉しかったし、ゲンジ校長が言っていた通りでしたね。本当ですか？それじゃあ私も早く見習いを卒業して一人前の先生にならなくっちゃ。それは私だって同じ気持ちですよ。不思議ですよね。軍学校の宿舎で寂しくなっちゃった時、真っ先に思い浮かんできたのはマルティーニのお屋敷じゃなくてここでの思い出ばかりでした。もちろんお屋敷のこと嫌いだなんて思ってないですよ。私のわがままを許してくれたお父様には本当に感謝をしてますし、ですから私、頑張って絶対に立派な先生になってみせますよ。胸を張ってお父様に報告できるよう、自分の選んだ道で幸せになるんですから。まだまだ私は子供ですし、いろいろ迷惑かけちゃうかもしれませんけど、いつかは先生と同じように、誰かを守ってあげられる大人になりますから。だから先生、これからもよろしくご指導お願いします。はい。あなたの生徒になれたから私、自分のことが好きになれました。ありがとう、先生。